ハロンタマタマンジャパンニュースステーション、アク立花慎治、アクバブルス、ジェネブスタジオでようこそ。始まりましたエピソード1、デネブスタジオでございます。まずはですね、最近のデネブニュース、そしてですねデネブの活動やイベントなどということなので、はい、何か僕たち最近やってることと言いましたら、はいはい、最近までですね、我々のお店、ここマッチボックスにおきまして、配信ライブというのをやっておりました。デネブも出ていたんですが、総勢31組のアーティストをお迎えして、全部で4日間、計36時間ぶっ続けで配信ライブを行うというですね、はい、伝説の配信ライブを行いました、はい、これからもですね、皆さんにお届けできるような配信ライブもやっていきますので、ぜひとも、デネブに注目してみてください。デネブとしましてはこちらぐらいなんですけども、次の話題に進んでみようと思います。どういうこと？どういうこと？自己隔離命令。はい、はあ、はあ、有名なお家みたいなとこがあるのね。コロナ違反をしたら心霊スポットに泊まらなきゃいけないってことですか？まあ、要するに、まあ、日本でいう、心霊スポットってやつですね。でもなんか楽しそうじゃない？僕はですね、若かりし頃からですね、心霊スポットはもう行きまくってまして、27、28歳ぐらいまで行ってたんですが、あまりに事故と悪いことと病気を繰り返したためやめました。呪われてる。本当に呪われた体験になってしまったので、僕自身はやめたんですが、はい、でお化け好きでもあれでね、お化け側もちょっと心配するよね。そのお化けサイドもやっぱり、いや、こいつ、こいつ寝そうね、脅かそうと思って待ってるわけで、ね、やっぱりこう出会った時にコロナにかかってたら、あ、ちょっと大丈夫かなって、ちょっと遠慮してくるんじゃないかなって思うんですけどね、僕自身は。お化けがね、ね、本当に。次はですね、自己隔離という言葉なんですけども、はいはい、僕たち日本語は喋れるけど、インドネシア語はまだまだ全然勉強中なもので、はい、自己隔離、日本語で言うと自己ね、はい、自分ですね。隔離というのは、まあ、こういうものがあったら別な場所に閉じ込めてしまう、そんな意味なんですけども、それをちょっとインドネシア語でお勉強しましょうということで、イソラシマンディリ、マンディリ、遠ざけることで自立しなさいってことです。ああ、そういうことね。せーの、イソラシマンディリ。ああ、よかったよかったよかった。ベドゥー。お、次はこれ、ね、お化け屋敷ですね。お化け屋敷なので、お化けがいるお屋敷ですね。日本語で言うと幽霊のいるお屋敷ですね。はい、はい、インドネシア語でルンマ、ルンマ、この H の発音が難しいんだよね。ルンマ、ルンマ、ルンマハントゥ。せーの、ルンマハントゥ。なんか違うな。でも別にインドネシア語をなんかこう、そうで、おかしく難しいんだよ、本当に。 H の発音難しい、うん、せーの、ルマハントゥ。なんで、それが棺桶に入れるっていうのはかなり直接的なアプローチですね。で、怖っ。これひょっとしたらですけど、ちょっと意味合い的なもので言うと、さっきのお化け屋敷よりもちょっとひどい系ですね。ひどいよね。そう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 。7対3の7ぐらいで面白いかな。そうね。俺も普通に今考えたら、棺桶に一回寝て起きたら済むんだったら、それでうんじゃバイバイって思うんですけど、そうじゃなくて恥ずかしめみたいですね。
そっちだ。見せしめにするってのは確かに効きますね。そうそうね、恥ずかしいとやっぱりああいけんかったなって思うかな。でもどうだろう、インドネシアの人はすごく純粋というか、そのああいけんかったなってちゃんと思うと思うけど、日本人は多分おそらくだけど、棺桶なんかに入れられた国にそんなことやれば訴訟こそ、そう、多分訴訟問題ですね。被害者の会作って国をそんな変な政策やってみたことを多分ネチ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 何十年もかけて追求して、ツイッターなんか大炎上みたいな、ツイッターがもうすごいすごいことになる、そういうことになる気がしますね、日本人だと。なんかね、やりそう。はい、というわけで言葉の方の勉強に進んでまいりましょうか、はい、この言葉は棺桶、棺桶なかなか日本語でも ね、なかなかお葬式の時ぐらいしか言うことないですけど、棺桶、棺ですね、ね、棺、言い方はいろいろありますけども、はい、これインドネシア語でプティマッティ、あ、意外と可愛いんですね、意外と可愛い、そう、インドネシア語って全体的にちょっとね、可愛 い、ね、いんですよ、なんかそう、ね、プティマッティ、ルチュ、ルチュな感じですね、ね、そう、ルチュね、一緒に行ってみましょう、じゃあ行きましょうか、はい、せーの、プティマッティ、合ってるかな、プティー、プティー、お、これはおにぎりと卵焼きですね、これは醤油、醤油っぽい、お弁当かな、これ、多分ラインナップ的に ね、うん、はい、お弁当ね、焼肉、焼肉弁当、アスパラとベーコンと、うん、トマト、卵も美味しそうですね、ね、ほうれん草のおひたしとかかな、あれ、そう、人参しりしりみたいな、うん、何してんの、何してんの、包丁は食べれません、何あれ、どういうこと、どういうこと、何してんの、弁当箱ごと切ってるこの人は、ケーキかい、え、何、どういうこと、かば焼き、かば焼き、かば焼きケーキ、すげえ、え、これ全部ケーキ、おにぎりじゃなくてケーキよ、これ下の皿も切れるのかな、下の皿は皿か、下は皿だね、え、すごいこれ、え、どういうこと、あ、卵結構表面しかないんだ、あ、そうそう、あ、そうだね、はい、うん、弁当ケーキ、ほう、これなんでインドネシア、へぇ、すごい面白、すごいね、これ食べてみたい、食べてみたいな、プチトマトつまもうとしてるけど、あの人、そう ね、 ね、確かにね、プチトマトもケーキなのにね、知らないんだとかね、普通に、まあ切ったら分かるけど、うん、パッとこうね、普通に上から取ってさ食べて、うん、ハンバーグだと思って食べた瞬間に甘かったら出すよねびっくりして、とりあえず出るよね、ウェーって、はーって何これ、まあ、びっくりするよね、見た目のそのイメージと味覚の違いはね、いや、僕ね、いとこ、うん、いとこにはちょっと年の離れたいとこなんですけど、あのものすごく細かい作業が得意ないとこがいまして、うん、そのいとこがクッキーの、あのこう石膏かなんかで作ってめちゃくちゃリアルに色を塗ったなんかこうゼリーが乗ってるクッキーみたいなものを作ったんですよ、めちゃくちゃ固い、クッキー食べれないやつだよ、石になってるやつを作って、 あ、そう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 、それをね、中学校の時に彼が作って食卓に置いておいたら、まあ、僕からするとおばちゃんがそれを普通にあーって噛んで前歯が折れてその歯型が硬いけど歯型がついたクッキーが20年ぐらい未だにおじいちゃんに置いてあります、いや本当にすごい方ですよね、いやでもこれはすごい技術ですよね、このまず見た目をこれを、まあ、ケーキで作るっていうテーマもまずすごいんですけど、
何かでお弁当と同じ色合いとか。そうだね、あの箱が切れるのが面白い。箱が切れるし、あの箱を作って中に入れてったのか、うん、ケーキとして作って外側を箱っぽく塗ってったのか、それがちょっと難しいなと思いますよね。どうだろう、こう純粋にお店がこれを商品として売り出しましたって言った時に、お弁当すぎて日本人からすれば、あーまあね、お弁当すぎて嘘大げさ紛らわしい。日本には公共、日本公共広告機構というのがあるんですけども、そうそうそう、訴えるところがあってね、訴えるところがあるんですね。そういう あそこは嘘大げさ紛らわしいことをやってますよ、言ってますよって言ったらそこに言うところがあって、そこに多分訴えられちゃうんじゃないかなぐらいの完成度よね。すごい完成度が高い、うん、いや日本ででも面白いから売れるんじゃないかなというのもありますけどね。あ、まあね、このリアルなケーキ、でもあれを日本で作ったらさ、めちゃくちゃ高いよ。高い、多分1個が1万円超えると思う、あのぐらいの手が込んでたら。あ、しかもあのサイズでしょ。食べてみたい。そう、ほうれん草だと思いながら食べてみたい。それはそうですね。さて、というわけでこの言葉の勉強に参りましょうか。はい。実際にはこう日本語というか外来語になるんだと思うんですけど、ケーキで僕たちは呼んでます。ケーキ。英語でケークだから、うん、まあ、ケーキって読んじゃったってところからスタートしてるのが日本語なんですけど、日本語、インドネシア語ではどうなんでしょう。はい。クエ、クエ、まあ日本語であのクエって言ったらあの命令的なやつで、こういうのをこう取ってこう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 みたいなやつ、こう無理やり食わすやつ。クエっていう状態で無理やり。あとは魚でね、クエっていう魚がいますよね。そうね、うん、うん、一緒に言ってみましょうか。せーの、クエ。はい、それでは、まあエンディングになるんですけども、あのもしよかったらですね、僕たちの、まあ、今日お話した内容はちょっとね、怖い話とか、そうね、ね、あのこんな決まりのコロナの話とか、決まりの話とか、お仕置きの話いっぱいありましたけども、はい、もし皆さんの方からこんなこと話してみたらどうだろう、こんなもののリアクション欲しいなとか、そう、なんか情報、面白いこんなんあるよっていう情報をぜひとも僕たちのところに寄せてほしいです、はい、この下のコメント欄のところにぜひ書いてみてくださいね。はい、僕たちのコンテンツが面白いと思ってくれたら、ジャパニーズステーションのチャンネルにライク、コメント、またですね、チャンネル登録してね。次回もお楽しみに。参拝順番。